どうもこんにちは、パワーポケエクゼ世代ゆうきです。このチャンネルではパワプロくんポケットとロックマンエクゼを中心に実況や考察、検証、最新情報などをお届けしております。パワポケとエクゼが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をしておいてください。では今回の動画いきましょう。はい、ということで今回なんですけど、パワーポケ R に反応していたチャンネル登録者数100万人を超えている有名 YouTuber さんとか有名ゲーム実況者さんを紹介していきたいと思います。今回ね、本当にパワポケ R に関して反応してた人めちゃくちゃ多かったんですよ。多かったんですけど、あまりに多すぎて全員紹介してたらちょっと大変だなっていうのと、僕が把握しきれないなと思ったんで、一回100万人超えに絞って紹介をさせていただきます。ただね、ちょっと他の方も気になるんで、この人も反応してたよとか、この人こんなツイートしてたよとか、この人生放送でこんなこと言ってたよみたいなのがありましたら、ぜひこの動画のコメント欄とか、あとは僕のツイッターとかに連絡していただければなと思います。結構意見が集まったらそちらも紹介したいと思ってますので、ぜひともよろしくお願いします。ではこの100万人超えの有名人4人について今回ご紹介していきます。まずは1人目、東海オンエアの哲也さん。チャンネル登録者数590万人です。意味がわからない数字ですよね。本当に日本を代表する YouTuber グループの一つであります、東海オンエア。こちら動画見たことないよっていう方でも、東海オンエアっていう名前は知ってる人多いんじゃないですかね。で、グループがこんな感じで6名のグループなんですけど、この中のどの人が哲也さんなのかなって言った時に、これ東海オンエアって聞いたことあるけど、メンバーの人たちよく知らないけど、なんか真ん中の人とか知ってるよっていう方もいるんじゃないですかね。そう、このオレンジ髪のこの方、東海オンエアのリーダーの哲也さん、この方が哲也さんです。この方がツイートされました。東海オンエアのリーダーさんです。この人のこのオレンジの髪とか印象に残ってるし、知ってるよみたいな人もいるんじゃないかなと思います。で、ツイートされてたのがこんな内容。あ、これ東海オンエアさんの画像ね。哲也さん、パワポケ R がダントツで上がりました。任天堂ダイレクトの映像とともにツイートされています。もうダントツなんですよね、パワポケ R が。で、結構この年代というか、僕今28、29か、29、今年になっちゃったな。29なんですけど、30前後の人ってゲームボーイアドバンスのパワポケとかやってた世代なんですよ。で、20代の人でパワポケの DS 世代の人とかも多いんですけど、まあ、そこら辺の世代で、YouTuber のヒカルさん、パワプロアプリとコラボした YouTuber のヒカルさんもそうだったんですけど、結構パワポケやったことある人多いんですよ。で、パワポケって一回やると割と記憶に残るゲームじゃないですか。なんで記憶に残ってて、ふと話題に出たりとか、こうやってパワポケ R みたいに復活した時に、あ、これやってたわ、ちょっと気になるなって思ってくれる方も多いと思うんですよね。かつ、その年代って結構、なんでしょう、アグレッシブというか、こうやって YouTube で有名になったりとか、いろいろな方向で力をつけている人とかも多いので、拡散力がついている人、特にネットに対応できる世代なんで、拡散力がある人はかなりいるんですよね。はじめ社長とかも同じぐらいの年代なんで。って考えた時に、もう590万人、もしくは哲也さんの個人アカウントでもいいんですけど、個人的にでも実況とか生放送とかやってくれたら、本当にたくさんの目、何百万人っていう目に留まるので、新しい視聴者さんとか、新しいこのパワポケユーザー入ってくるんじゃないかなと思ってます。新しいパワポケユーザーは、こう、パワポケ子さん勢の方から、こう、なんでしょう、あんまり入ってきて欲しくないなって思うタイプの人もいるんですけど、僕は個人的にはもう好きなゲームなんで、いろんな人に知ってほしいとか、僕好きな食べ物ちょっと食べてごらんって言って家族に分け与えるタイプなんで、ちょっと食べてみてとか、ちょっとちょうだいってやるタイプなんで、いろんな人に知ってほしいなっていう気持ちがあるので、今回の哲也さん嬉しく思いました。かつ哲也さん生放送でもおっしゃってたんですよ。こんな感じでお話しされてました、パワポケ R について。パワポケ R について買います、サクセスで頑張りますねチーム哲也を作ります。はい、こんな感じですね。もうサクセスでチーム作ります、哲也チーム作りますって言ってるあたり、ちゃんとサクセスのことご存知だったりとか、まあ、チーム作りをやるつもりがあったりとかしてそうですよね。もうぜひ生放送とか動画とかで一回だけでもいいからやってみてほしいなって個人的に思っています。次2人目、ホロライブの宇佐田ペコラさん、登録者数154万人です。もうね、590万人が異常な数字すぎたけど、154万人も異常だからね。うちのチャンネル今登録者1万人弱なんですよ。もうこれだけでも十分ありがたいなって思ってるんですけど、154万人だからね、意味わかんないよ。生放送したら154万人の目に留まる可能性があるんだよ。
すごすぎません？もう冷静に考えて。まあなんですけど、ホロライブのうさだぺこらさん。この方ですね。立ち絵こんな感じです。うさぎの耳に、この髪の毛に人参が刺さってるような方、見たことある人も多いんじゃないでしょうか。ホロライブっていう VTuber さんのね、とても有名なグループのトップ YouTuber、トップ VTuber の一人です。この方は生放送でお話しされていました。こんな感じでした。パワプロくんか？はい、こんな感じですね。ペコラさんに関しては、ペコーラって愛称で呼ばれてるんですけど、ペコラさんに関しては、もうかなりミニゲームが好きだったりとか、3以降も気に入っていただけてるご様子なんですかね。そっちも出してくれみたいな言葉が聞けますけど、まあ、今後ね、3、4、5、6、7、8って R が出続けるとしたら、もう1回でもいいからね、VTuber さんっていうことで生放送がメインなんで、1回でもいいからそれぞれ生放送をしてくださったら、もう154万人の目に触れて、それだけとっても宣伝になると思いますので、ほんとぜひやってほしいなと思っています。次、3人目、レトルトさん。チャンネル登録者数209万人です。レトさんです。レトさん、レトルトさん、こんな感じの方で、アイコンこんな感じですね。アイコンの方が見たことある人多いかな。このご本人の写真はニコニコの、まあ、動画で出てる、ニコニコのインタビュー記事とかニコニコの公式のやつで出てるやつなんですけど、レトルトさん、僕がこう YouTube とかゲーム実況を始めるきっかけになった方なんですよ。僕、レトルトさんのイブとパチパラ風雲録の動画を見てゲーム実況を初めて知りました。イブが最初でした。で、そこから、あ、ゲーム実況者って楽しそうだな、やってみたいなと思って、僕、ゲーム実況者になったので、本当にレトルトさんきっかけになる人物で、もう一番大好きなゲーム実況者で、今ももう何年応援してるんだろう、活動されて12年ぐらいなんですけど、もう8、9年ぐらい僕見てるんじゃないかなって思うぐらい、もうずーっと好きな実況者さんで、もう一番会いたい YouTuber さんがレトルトさんですね。本当に大好きです。で、レトルトさんはツイートでおっしゃってたんですけど、はい、これ、レトルトさん、左に進むゲーム好きなんで、そのゲームの、告知ツイートと一緒に、パワポケの新作が楽しみで仕方ない。昔7年間ぐらいずーっとやってた、とおっしゃっててるんですよ。で、レトさん、結構動画の中でパワポケについてお話しされることとかがあって、まあ、本当にパワポケ好きなんだろうなっていうことが伝わってくるんですよね。マジでレトさんのパワポケ見たい。俺 R 始まる前から何回も何回も Twitter でツイートとかしてレトさんのパワポケ見たいなってなんか独り言のようにつぶやいてた時期あったんですよ。本当にレトさんは僕大好きなんで、ぜひとも実況してほしいなって本当に思ってます。レトさん本当お願いします。そして最後、牛沢さん。チャンネル登録者数116万人。牛ですね。牛沢さんもレトルトさんと仲が良くって、もう日本トップ4って呼ばれてるぐらい、呼ばれてる自称なのか、呼ばれてるのか、の方なんですけど、チャンネルアイコンこんな感じですね。牛沢さんもレトルトさんと同じで、ニコニコ動画出身のゲーム実況者さんです。で、牛も本当にパワポケが好きで、牛に関してはパワポケ3が一番好きなのかな。結構動画の中でもパワポケ3のネタ入れてたりとか、パワポケの話を、むしろレトさん以上に、なんか動画でいろんな、全然パワポケ関係ない動画とか生放送とか、なんかトップ4のコラボ動画とかで、ポンって投げてる時とかがあって、もうずっとパワポケやってほしいな、ウッシーの動画も見たいなって、牛沢さんはね、動画のタイトルとかつけるのがすごいタイトル秀逸なんですよ。めちゃくちゃ面白いんで、ぜひやってほしいなと思ってます。
で、牛澤さんがツイートされてたのがこんな感じ。パワポケは欲を言えば3まで入ってたら最高だったけど嬉しい。多分3好きなんでしょうね、牛。すごい3好きなんだろうなっていうのは前々から伝わってきてるんで、なんか3のチャ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 みたいな最初のオープニング画面みたいなやつとかもやってたりとかして、もうすごいね、牛も見たいし、3R 出たらやってほしいし、とりあえず1、2の R もやってほしいなって思ってます。で、ここのレトさんとウッシーなんですけど、今回パワポケ R になったから急に反応したんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、こちら2016年のニコニコワイドショーの放送に関する記事、今も見れます。パワポケレトルト、パワポケ牛沢とかで調べたら出てくるんですけど、そこでお答えしてるんですよ。で、この中にどんなトラウマがあるのでしょうかとか、2秒以内に性格を選ばないと爆発する女とか、パワポケに関する思い出とかをかなり長々とお話しされてて、本当にパワポケのことが好きなんだろうなって、これ5年前の記事だからね、本当に好きなんだろうなって伝わってくるので、これパワポケ R 出たから急になんか人取ろうと思って話してんじゃないのっていう疑いは一切しないでいいと思います。そもそもそんなことする必要がないぐらい人気な方々ですし、もうずーっと昔からこんな感じなんでもう本当に大好きなんで、この2人に関してはね、もう本当に心の底から好きなんで、はい、本当にもうパワポケ大好きな2人だと思うんで、マジで生放送してほしい。あとは東海オンエアさんと宇佐田ペコラさん、この4人がもし全員パワポケの動画ないし生放送やったとしたら、登録者数的に合計何人にパワポケの宣伝ができるかって、単純に4人の登録者合算すると、なんと驚きですよ。4人の合計登録者数1069万人。やばない？ 4 人で1000万超えてんのよ。びっくりですよね。ほんともう 1% でいいから分けてほしい。なんなら 0.1% でいいから分けてほしい。本当にって言うぐらいに、ここ4人が代わりに全員生放送なり動画なりやったら、これだけの人に広がる可能性があるんですよ。って考えたら、もし仮に1人だとしても1人でも100万人超えてますし、もちろん今回100万人超えてる4人だけしか紹介してないので、もっとそれこそ何万人何十万人っていう方々もパワポケ R に反応してた方とかいたんで、そういう人たちが、いろんな人たちがもしパワポケ R をやったりとか、パワポケ R の動画出したりとかして、あ、なんだろうこのゲームって言って視聴者さんとかが反応してくれたら、パワポケ R 多分広がると思うんですよ。まあ、なんでね、パワポケ昔のハードすぎて動画でしか見たことないっていう動画勢の方もパワポケに関してはいるんですけど、そういう方々もぜひ買ってみてほしいし、こう有名なインフルエンサーの方が動画ないし生放送で宣伝をして、そこから興味を持った人が買ってくれたら、パワポケは R ワンチャン爆発的に流行るんじゃないかなって。ここはね、爆発的にっていうのは正直希望的観測な部分があるんですけど、結構な確率で流行るんじゃないかなって思ってるんですよ。それこそネタがかなりね、もうなんかもう、何それって食いつくようなネタなんで、すごい美味しい料理あるよっていうレストランもそうだけど、まずい料理あるよっていうレストランも気になるじゃないですか。同じようにやばいイベントあるよって言われたら、何って気になるものなんですよ。って考えた時に、かなりパワポケ R 今後期待できるんじゃないかな、発売してからも期待できるんじゃないかなと思ってますので、本当にレトさん、ウシ、東海オンエアさん、ペコーラさん、ぜひとも生放送とか動画とかやってください。本当にパワポケ実況を毎日のようにしてる僕なんですけど、本当にもうやってほしいなーってすげー思ってます。なんならレトさんとかはね、ポケモンスナップのスイッチ発売する前に64のポケモンスナップとかやって、おさらいみたいな感じでやったりとか、スイッチの動物の森出る前に昔の動物の森実況とかしてたんで、R 出る前に昔のパワポケとかやってくれたらね、ファンとして大喜びします。本当にレトさん大好きなんで、僕家にレトさんのグッズとかクマとかいっぱいあるんで、 T シャツとかガチでファンなんだね。ちょっと楽しみにしたいなと思ってます。はい、ということで今回はこちらパワポケに関して有名な方々がツイートされたりとか生放送でお話しされてたよっていう話を皆さんにもちょっとでも広げたい、そしてパワーポケ流行るんじゃないかなっていう可能性をちょっとでも皆さんに伝えたいなと思って動画にしましたが、いかがだったでしょうか。今回紹介できなかった方でも本当に100万人っていう数字で切っちゃったんで、たくさんいるんで、よかったらコメント欄にこの人もこの人もって言って書いてください。なんかたくさん集まったらもう紹介したいなってそっちも思ってますので、よろしくお願いします。
そしてこのチャンネルでは毎日パワポケ考察や静止実況 R、パワポケイベント集などパワポケに関する動画を1日4本投稿してます。パワポケが好きな方はぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。